谷川です。でだけで失礼します。普段はですね、主にビメオとかを使って動画で私はパステルを伝えてます。というのも、実は私子育て中だったりとか闘病中だったりとかして、リアルタイムでのレッスンがちょっと難しかったので、できる手段はないかなと思って考えたのが動画でパステルを伝えることだったんです。なので動画で主にパステルを伝えていこうっていう風な活動をしています。普段はこんな感じの作品を描いています。でこれは最近の描いた星の海のファンタジアっていう作品だったりとか、あとはハロウィンの作品を描いたり、こちらは星空の尻尾っていう作品を描いたりしています。で動画で伝えてますってお伝えをしたんですけど、実は私 YouTube のことをすっかり忘れてまして、これから YouTube の方の活動もしていけたらいいなと思って今日の動画を作ってみました。まずパステルアートなんですけど、何で描いてるのか、パステルって何ですかっていうところなんですけど、今見ていただいているこの画材がパステルって呼ばれてる画材になります。で、こうやって見ていただくとチョーク型の画材です。でこちらのパステルはハードパステルっていう呼ばれてる画材になって、名前の通り硬いパステルです。で試しに叩いてみるとコンコンと音がします。でコンコンと叩けるぐらい硬い素材で、こちらをパウダー状にして塗って描くっていうのがパステルアートのやり方になります。でパステルっていろいろ、今ハードって言葉を言ったんですけど、ソフトパステルとか、あとはセミハードパステルとかパンパステルとか、いっぱい種類があります。でもその中でも一番ポピュラーに使われているもの、パステルアートの分野で一番ポピュラーに使われているのは、今見ていただいているハードパステルです。コンコンですね。でなんでこれがよく使われているかというと、私なりのこれが理由なんじゃないのかなというところなんですけど、まずはね、扱いやすいです。ソフトパステルは今日の動画じゃなくてね、次回以降の動画でどんなものかお伝えさせていただこうかなと思っているんですけど、ポロって崩れそうなぐらい柔らかい、ね、画材だったりします。初心者さんでは結構難しいとかいうこともあって、まずは扱いやすさ、あとは手に入りやすさ、画材屋さんに行ったらこれってヌーベルバレーパステルっていうものなんですけど、どこの画材屋さんでも大抵売ってます。単色から売っているので手に入りやすさっていうのもあります。あとはコスパかな。綺麗な色が出てくれるんですけど、これって結構100円前後で1本買えるので割とコスパがいいです。こういう理由からこのハードパステルが選ばれて、皆さんよく使われている形になっているのかなと思っています。あとは、パステルアートといえばこれってよくね、このパステルが使われているので、わからない時は結構聞ける人多いんです。なのでこういう点も利点なんじゃないのかなと思ってます。でこのパステルを使っていろいろね、作品を描いていくのがパステルアートなんですけど、こんな感じでゆるい感じなんですけど、パステルって何ですかとか、どうやって使うんですかとか、使う時の注意って何ですかとか、便利な道具はとかのポイントをいろいろこれから配信していこうと思ってます。私もこれ知りたかったんだよねっていうこともね、配信できたらと思ってますので、よかったらこれも知りたい、あれも知りたいっていうのがあったら、ぜひぜひリクエストいただけたらなと思います。例えばですね、
綺麗な色の塗り方、色がうまく入らないとか、あとはうまく消せませんとか、濃く色が入りませんっていうのが結構お悩みで多いかと思うんですけど、そういうこともちょっと NG 集も作りながら伝えていけたらいいなと思ってますので、よかったらリクエストしていただけると嬉しいです。ということで、谷川からこれから YouTube 頑張りますという動画でした。ありがとうございました。手だけでごめんなさい。失礼します。